はい、どうも、今回は、0.5 ゲージ使用までの、コンボについて見ていきます。0.5 ゲージ使用までのコンボで結構、意識していかないとなかなかダメージが取れなかったりするので、しっかりやっていった方がいいと思います。まずは、弱攻撃ヒット確認からのコンボです。弱からヒット確認からは、まずはノーゲージからなんですが、強サイクソードか弱サイクソードですね。まあ基本的に強がいいでしょうね。あとは近い距離で特に暴れつぶしなどで使うしゃがみ、近距離立ち強攻、通常技やしゃがみ強パンチなどからの強サイコボールですね。これもスーパーキャンセルでダメージが伸ばせるので、結構意味があるっていうか重要になると思います。そしてあとは、フルコンの時用のですが、近距離立ち強キックキャンセル前 B キャンセル、今日フェニックスアローですね。そしてまあそのぐらいですね。ノーゲージの場合はほぼそれしかないですね。とりあえず、まあ、吹っ飛ばしは以前出したので吹っ飛ばしからの出撃はで、次は EX 必殺技を使ったパターンです。 EX 必殺技を使ったパターンは結構いろいろありまして、意外とてかこのダメージ取るなら実はこの EX スーパーサイキックスルーを使っていくのが実は一番いいんですね。まず、弱からのヒット確認でもこれ実はこのこれを決めていけるんですね。いきなり難易度が高いちゃ高いんですが、飛び込みからも、いけて、このように決めていけるので、弱ヒット確認からの、EX 技を使った、コンボはスーパーサイキックスルーにしておくのが、まあ、とりあえず理想ですね。これが一番ダメージを伸ばせます。EX サイコソードの場合はダメージがあんまり伸びないのであんま使う意味がなかったりしますね。10とか20ぐらいしかダメージが伸びないんですよ、強サイコソードと比べて。なんであんま使う意味が薄いんですね。あとは、飛び込みからのヒット確認などで、まあ、飛び込みからとかじゃなくてもいいんですが、このパターンです。EX、シュートを使ったパターン、ちょっと間合いが遠いと届かなかったりするのでそこは注意ですね。間合いが遠かったりあと、キャンセルが遅れたりすると当たんなくなるのでそこ注意です。ジャックからも地上のジャックからもこうやってつながるのでそこに入れ込んでおいてつなげられます。でこれ画面端ではこういう追撃だけではなくこのようにダメージを伸ばしていけます。あとフルコンの場合なんですがやはり、EX スーパーサイキックスルーを使っていくパターンが、一番ダメージが伸びます。このパターンですね。こういう風にやるよりダメージが伸びます。特に画面端に行くとダメージを伸ばしやすいのでダメージを伸ばしやすいので、EX 最高サイキックスルーを使っていくといいと思います。ちょっと特殊なパターンですが、あともう一個。EX フェニックスアローを使っていくパターンもあります。これも、
こういうヒット確認からもいけます。しゃがみ C で追撃するっていうパターンですね。しゃがみ C で追撃ができたりするので、そこにキャンセルかけてサイコボール出して重ねていったりすると、実質的なダメージは結構コンボダメージより上がりますね。なんでとりあえず EX 技を使ったような、0.5 ゲージ以下の、コンボはだいたいこのぐらい。その前にこういうのもあります。画面端でのフルコンでは、このパターン EX フェニックスアローを使っていくパターンが結構これ安定するんでいいと思います。こういうパターンもいいんですが、割とダメージが安定す、EX スーパーサイキックスルーを使うパターンよりもダメージが安定するので、画面端では、このパターンもいいと思います。というわけで、0.5 ゲージまでの、コンボの紹介でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。